はい、始まりましたハウツー動画第2弾、初めてのクロスオーバーということで始めていきたいと思います。高校集中、今回から一人ずつこうアシスタントを立てて、やっていこうかなと。その方が俺のテンションが維持できるという、そういう感じです。じゃあ今回のアシスタントを呼んでみましょう。アダチーニョー。はい、出たこの微妙なテンション。ということでボールビートクルーの足立ユーニョが今回の、アシスタントゲストということで、足立ユーニョさん自己紹介、血液型何型ですか？O 型です。お、俺も O 型です。一緒なんですか？でも身長は割と小型だよね。はい、この微妙なテンションで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速ですね、今日やるのは、クロスオーバーです。じゃあ早速見本を見せてもらいましょう。どうぞ。はい、モノボケです。これは面白くない予感がもうめちゃめちゃする。クロスオーバーです。時間かかりましたね。やめますか。はい、じゃあクロスオーバーやってください。やりましょう。はい、いきます。クロスオーバーはこれです。じゃあこのクロスオーバーをですね、4段階4ステップに分けて、やっていきたいと思います。第1段階です。この技は軸足でボールを蹴るっていうのが大事なんで、それにまず慣れます。壁に向かって、まあ大体1メートルぐらいかな、この線で、軸足をボールの下に置いて、まあ、だいたい右利きだったら右足です。で、壁に向かってなるべく高いところをめがけて蹴る。その時のコツっていうか守ってほしいことは2つあって、1つは左足を地面につけない、絶対に逆足を。これはダメなの。軸足は絶対に地面につけない、上げたまま。でもう一つは、この線、このボールよりも前に、足を出さない。着地した時に前に行くと前にボールが行っちゃうので高く上がらない。でなるべく自分の身長より上ぐらいを狙ってやってほしいですね。という感じです。これが第1ステップで、第2ステップ、クロスオーバーの動きに慣れましょう。さっきの第1ステップで、軸足でボールを蹴るということに慣れたので、次は、クロスオーバーの動きになれます。クロスオーバー、軸足じゃない方でボールをまたぎます。で、またいだ状態で蹴って戻す、それがクロスオーバーの動きです。じゃあやってみてください。さっきと一緒で地面に、ボールを、1メートルぐらいのところに置いて、ボールの下に軸足を置いて、で足を上げて、でその足をまたぐ。そう、でこれの時も同じで、なるべく高いところを狙う、軸足しか地面につけない、そして前に、出ない、この3つですね。じゃあ次第3ステップです。第3ステップは、動きに慣れたので、次は歩幅を合わせる練習です。完成形は浮いてるボールに歩幅を合わせるんですけど、その前に地面のボールに対して歩幅を合わせます。さっきと同じで、だいたい壁から1メートルぐらいのところにボールを置いて、ちょっと適当な距離をつけて
でそこから最初はゆっくり近づいてってさっきと同じことをやる。で慣れてきたら小走りぐらいで近づいてってさっきと同じことをやる。適当な距離をつけて近づいてってなるべく高いところに当てたいところですね。で、アダチーニョさん、はい、苦手なようなのでもう一つコツを教えます。ジャンプの時に真上に飛ぶ、前に飛んじゃったり真上に飛べなかったりするとボールが高く上がらないので真上に飛ぶ、その時に体をくの字に曲げるようなイメージでやると高いところにボールが上がります。はい、最後第4ステップです。最後のステップはバウンドしたボールに対して歩幅を合わせます。じゃあアダチーニョお疲れ様でした。はい、バウンドしたボールに対してさっきと同じ、バウンドしたボールに対してさっきと同じ、ワンバンここまでできたらあとはリフティングしてるボールに対してという感じです。これでクロスオーバー完成です。でクロスオーバーができるとクロスオーバーの派生形いろいろあるんで、ちょっと最後にそっちも紹介しておしまいにしたいと思います。アラウンドクロス、アラウンドザワールドクロスオーバーという技で、アラクロ、アラウンドザワールドをやってる間にクロスオーバーをする。はい、じゃあ次はドラゴンフライという技です。クロスオーバーと軸足は、全く一緒だけどまたぐ方向が逆になるという技です。はい、ドラゴンフライ、さあ次、クロスキックという技です。クロスキックはボールをまたぎません。クロスオーバー上から行って下を通す、ドラゴンフライは下から行って上を通す、クロスキックは下行って下で戻っていく。はい、やってみましょう。で、それとは別に技名特についてないんですけど全くまたがないでやるっていう、こんなのもありますと。それまでできたらじゃあ前回のアラウンドザワールドからクロスオーバーのコンボいってみましょう。2コンボアラウンドザワールドをしてクロスオーバー、じゃあ次逆クロスオーバーをしてアラウンドザワールド、そしたら次、クロスオーバーの連続とかもあります。クロスオーバーの連続、まずは片足でいきましょう。2回か3回ぐらい連続で、これがクロスオーバーです。じゃあ次、右と左と交互に連続することができます。はい、ギリギリできました。ということでクロスオーバー、フリースタイルフットボールの技、基本的な技の中でもすごく応用が効く技なんで、ぜひやってみてください。